株式会社学習の友社とは、日本の出版社。東京都文京区湯島にの4-4に所在。労働者教育協会の出版部門に該当する。科学的社会主義、マルクス主義の立場から、物の見方、考え方、資本主義の作詞と貧困化、階級闘争と未来社会などを学ぶ、出版物を手がけてきた。マルクス、資本論をはじめ、 マルクス主義の文献解説も多い。最近では、日本国憲法、労働者の権利や、労働組合の権利、自己責任論、人口減少社会論などのイデオロギー問題などの、観光を行っている。このほか定期雑誌として、労働者教育協会編集の学習誌、学習の友や、全国労働組合総連合の機関誌、月刊、全労連の月刊誌のほか、 全労連と労働運動総合研究所による国民春闘白書を毎年発行、労働者教育協会と憲法会議との共変による憲法問題学習資料集も不定期に刊行している。かつてはカセットライブラリーシリーズとして資本論講義、哲学入門、経済学入門などのカセットも手掛けていたが、現在は撤退している。草分解会員。 平和の棚の開会員、ありがとうございます。